とことんやりこむ、どうも、なおちんです。本日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、新キャラアースウォーカーの、必殺技が全部入手できまして、どこで出るのかっていうのが分かりましたので、ご報告となります。まずね、この必殺技どんな感じなのか、まず使っていきましょう。最初使いますのがこれ、ダイナミックネコエンドですね。威力としては 30×4 です。アースウォーカーの中で一番ダメージが取れる必殺技ですね。まあ、早速使いましょう。ダイナミックネコエンドは範囲はね、すごく広いです。言うならばキュービ先輩の狂乱のセレナーデ、あれと一緒ですね。自分の目の前ちょっと横に広がる感じで、打ち込みます。でダメージはさっき見た通り、30×4 4発当てることができます。まあ雑魚敵だから、4回は当たんないですけども、まあボス戦とか根元から当ててダメージをしっかり稼げるやつになります。こういう感じですね。ネコエンド、はい。まあ範囲も広いしダメージも取れるので、すごくおすすめの必殺技になります。はい、では次、必殺技これですね。続いてはこちら、ローラーダッシュです。目にも止まらぬ速度でダッシュ攻撃を仕掛ける、威力62ですね。まあ、説明の通りダッシュ攻撃を仕掛けます。では使っていきましょう。ローラーダッシュの必殺技ですけども、言うてみれば、ド発電の炎が残らないバージョン、もしくは、何だったかな、メラのパイプラッシュですね。あれと一緒です。結構先の方まで走っていって、威力も62と高いので、まあ必殺技としてはありではないでしょうか。こういう感じですね。もう9999出た、そういう感じですね。敵に向かっていくので敵から反撃を受けないように注意しましょう。できるならば敵にね、こう抜けていくような形で当てると、いいと思います。続いての必殺技はこれ、バックドロッパーニャオス、美しく輝く閃光で敵をなぎ払うですね。威力は46です。さあ見てみましょう。バックドロッパーニャオスですけども、威力的にはそんな高くないです。そんな高くない、だから俺はね、あんまりね、入れてはないですね、バックドロッパーは。でもまあ使いようはあります。まあバックドロッパーっていう名前の通り、後ろに1回、バックステップします。なので敵の攻撃を避けて反撃するような使い方ですね。なかなか難しいんですけども、こんな感じです。バックドロッパーニャオス、はい。まあ、威力はね低めですけども、一度後ろに下がるので回避としてもまあ使っていけなくはないかなと、いうところです。うん、まあ範囲的にはコマくんのコメットビーム、あれと変わらないぐらいの範囲ですね。若干細いんですけども、まあ範囲はそんなに変わりはありません。さあ最後の必殺技はこれ、メモリアルジャンプです。時を超える力を攻撃に転用、敵は時々フラフラになる、ダメージ40ですね。使っていきましょう。ではメモリアルジャンプですね。メモリアルジャンプはね、まあ範囲はそんなに広くはないけども、自分の周りですね、自分の周り円を描くように、発動します。で発動もね早いし、発動した後の隙も少ないので、まあ使っていけるかな。ただ威力はないです。威力はない。なので俺もそんなにね入れてはないんだけども、まあ雑魚に囲まれることが多い場所、雑魚が多い場所ですね、そこではまあ使っていけるかな、ということですね。まあ隙がないっていうのは
結構いいことかと思います。これですね、メモリアルジャンプ。はい、まあ一瞬ポンと出るんですけども、うん、まあスピリットを結構強めに上げてる人はいいかもしれないね。うん、あれスピリット依存なので、装備品でスピリット上げてるならば、あ、いいかと思います。はい、では入手場所の説明ですね。まずは、猫エンド、うん、一番使うことがあると思う猫エンドなんですけども、まず一つ、夜の学校で出ます。夜の学校で、落ちます。うん、でもなんか夜の学校のレベルが下がった気がして、そんなにね、高レベルの必殺技は出なかったですね。うん、高レベルのメダルは出なかったので、まあ他で探した方がいいのかもしれませんけども、まあ一応夜の学校で出ます。そしてもう一箇所、もう一箇所、ここら辺ですね、キャンプサイトの敵から出ます。うん、まあキャンプサイトの敵も、うん、まあまあ自分のレベルに依存するのでそんなに高くないと思うんですけども、まあここのクエストですね、キャンプサイトのごく世にも奇妙なキャンプブーム、これを、マルチプレイでいくと高レベルの、必殺技が落ちると思います。うん、敵のレベルは550とか、うん、それぐらいのやつなので、俺もそこでこのね538かの必殺技メダルを入手できました。うん、まあ、とりあえず3箇所ですね、夜の学校でキャンプサイトの雑魚で、まあ、このキャンプサイトのクエストですね、はい、入手してみてください。では次の必殺技、ローラーダッシュですね。ローラーダッシュ、まあ、2箇所見つけました。1つはここですね、学校の周りのグラウンドの周りか、グラウンドの周りのここ2種類、この2箇所、風紀タワーの敵が出るんですよ。こいつらが、落とします。うん、でそして、まあ、風紀タワーの敵が落とすっていうことならば、ここですね、風紀タワーのクエスト、ここで、入手することができます。まあ、先ほどと同じく、5区の天を貫くと、これを、マルチプレイでやると高レベルのやつが出ると思います。うん、俺はマルチプレイじゃなかったので、440ぐらいのやつが出てますね。うん、マルチプレイでちょっと入手したいんですけども、まあちょっと不具合で落ちることが多いのであんまりいかないんですけどね。はい、まあローラーダッシュは、風紀タワー、そしてグラウンドの周りのここ2種類ですね、この敵から落ちます。続いてはバックドロッパーニャオスですね。このね、バックドロッパーニャオスはちょっとね、まだ1箇所しか出る場所を見つけれてなくって、多分他にもね出るとこあると思うんですよ。でもまあとりあえず1箇所だけ紹介しますと、この砂漠エリアのクエストです。このクエストのこれ、恐るべしピラミッドパワー、ここで出ます。うん、ただね、ごく俺行くけど強いのよ、ボスがむちゃくちゃ強い。うん、しインターネットのマルチプレイで行ったら落ちやすいんですよ、ここなので。うん、ちょっとね、自分で行ったクエストで入手した400ちょっとのやつしか持ってないんですけども、まあとりあえずここですね、ピラミッドパワーのラスボスです。ドーベル、あいつから入手することができます。まあ他にも多分出ると思うんですけどね。まあ今のところ俺が見つけてるのはここですね。はい、やってみてください。では続いてメモリアルジャンプですね。まあ雑魚戦で結構使えるので欲しい人も多いかと思うんですけども、メモリアルジャンプは、2つ見つけてます。まず1つ目、夜の学校ですね。夜の学校で、入手することができました。そしてもう1箇所、ここは結構ね、頻繁に出るんですけども、これ小さな古時計です。ここで入手することができます。まあ俺レベル上げで放置してるんで、結構
集まりますね。ただ、一番上のね、難易度が低いところをやりますので、まあ、130ぐらいのやつが出てます。下の方行くと、200ちょっとのやつが出ますので、はい。まあ、メモリアルジャンプ、複数欲しい人は、ここ、回りますと、結構簡単に入手することができます。はい。ということで、今日はですね、新キャラとなります、アースウォーカーの必殺技のね、出る場所、紹介しました。うん。まあ、使い方もいろいろあるんですけども、まあ、俺的には、猫エンドを多めに入れて、まあ、ローラーダッシュを一つ入れるぐらい、うん。エンド、ローラーダッシュぐらいが俺は使いやすいかな。ちょっとバックドロッパーニャオスも、まあ、使い道はあるんだけども、ちょっとね、難しいので、今は入れてませんけども、はい。まあ、とりあえず、今日紹介した場所で入手することができます。入手してみてくださいね。はい。ではね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいや。